について日本人男性、このイケメン男性に聞いてみたいと思います。ぶっちゃけメキシコって国はご存知ですか？メキシコは、はい、知ってます。メキシコについて の印象はどんな感じですかね？メキシコについては、はい、すごく遺跡が多いっていうイメージがあります。遺跡が多い。なるほど。具体的な遺跡の名前とかって知ってるんですか？パレンケ遺跡みたいな。パレンケ遺跡。パレンケ遺跡があるのと、はい、そうですね、遺跡に関してはそのくらいしか知らないですけど、はい、なんかそういうなんか古代文明みたいな、ちょっとこう、なんですか、ゲームで言うとドラゴンクエストみたいな、はい、ああいったイメージがすごくあります、ね。なるほど、はい。ちなみにメキシコ人の印象ってなんか どういった印象とかってお持ちですか？印象ですか？印象ですね。メキシコ人は、はい、勝手な印象かもしれないんですけども、はい、結構巨乳が多いイメージが。巨乳が多い、はい、なるほど。イメージがありますが、ちょっと勝手なイメージかもしれない。なるほど、はい。ではズバリお伺いしますが、はい、メキシコ人女性とお付き合いしてみたいですか？はい、メキシコ人ちょっとしてみたいですね。ちょっとしてみたいですか？はい、はい。ちなみにメキシコ人の女性が彼女になったら、はい、その女性に何をしたいですか？何をしたいか。はい、もう何でもいいんですよ。夜のことでもいいですし。何をしたいか。はい、そうですね、ちょっと一日中ちょっと眺めてたいですね。眺めてたいですか？はい、わかりました。いろいろ、はい、はい。最後にメキシコ人に向かって何かありますか？メキシコの方に向かって、多分皆さん見てくれると思うので、はい、あ、ですか、はい、メキシコの方に向かって、はい、そうですね、はい、ぜひ今度いろいろ眺めさせてください。お願いします。以上、日本のイケメン原田光太郎さんでした。はい、それでは今回は日本人女性にですね、メキシコについての印象などなどをインタビューしてみたいと思います。まずメキシコという国ご存知でしょうか？メキシコですね、はい、はい、知ってますか？メキシコです。メキシコ、わかりました。メキシコについてもし知っていることがあったら教えてほしいんですけども、メキシコですか？サボテンしか思い浮かばないんですけど。はい、わかりました、はい。それではですね、はい、日本の料理でメキシコの方にぜひこれは食べてほしいっていうのがあったら紹介していただきたいんですけれども、はい、何かございますか？日本の料理ですね、はい、お寿司ですかね。お寿司ですか、はい、なるほど。握り寿司、はい。それでは日本の、テレビ番組で何か紹介したいものがあったら、今ご自身が見ているものでぜひもうメキシコの方にもこれ見ていただきたいというのがあったら紹介していただきたいんですけれども。そうでした、はい、あんまりテレビ見ないんですけど。あ、はい、見ないんですね。なるほど。大河ドラマ。大河ドラマ、なるほど。歴史のドラマ、そうですね、なるほど、はい。それでは最後にこの前にですね、多分メキシコ人の方おそらく10億人ぐらい見てくれてると思うので、はい、そういったメキシコ人の方に何か一言ありましたらお願いいたします。日本もいいですよ。日本にも遊びに来てくださいね。ぜひ日本に遊びに来てください。それでは日本の法律家のこのイケメン男性にこれからメキシコについてのインタビューをしてみたいと思います。まずですね、メキシコについて知っていることがあったら、ぜひ、ここに、皆さんに、はい、お伝えしていただきたいんですけれども、何か、ありますか？そうですね、まあ、アメリカとくっついていて、まあ、酒が強いかなっていうようなイメージですね。なるほど。今後メキシコに行ってみたいと思いますか？そうですね、多分どんちゃん騒ぎするにはいいかなと思うので、はい、楽しそうだなっていうイメージで行ってみたいですね。なるほど、はい、どんちゃん騒ぎをしたいということなので、では行ってみたら実際に何がしたいといえば何がしたいんでしょうかね？そうですね、カウンターの席でお酒をパーって流されたらパシッて取ってテキーラをショットで飲むみたいなのをやってみたいですね。なるほど。ちなみにメキシコの方は結構日本の漫画とかアニメに興味があるということを僕事前に調べたんですけれども、はい、今まで面白かった漫画とかアニメでメキシコの方にぜひおすすめしたいというものがあったら何でもいいです、はい、今のご自身の経験でいいね。なるほど。何か、はい、紹介してあげてください。はい、ちょっと古い漫画なんですけども、はい、セイントセイヤっていう漫画がありまして、うん、とにかく熱い漫画なんで、ちょっと僕のイメージしてるメキシコ人熱いんで、うん、そこはちょっと読んでいただきたいですね。なるほど、はい。ちなみにメキシコ人女性は、はい、好きですか？そうですね、まあ、イメージとしてはグラマラスで素敵な方が多いかなって思いますので好きですね。なるほど、はい。ではまずメキシコ人女性がここにいるとしたら、はい、どこを見てしまいますか？いや、それは言っていいんですか？言っていいですか？胸ですね。なるほど、はい、日本人の法律家はメキシコ人の女性の胸が好きということなんですね。
それでは最後にですね、はい、メキシコの皆さんに何か日本の法律家としての立場から、はい、伝えることがありましたらぜひお願いいたします。はい、ですね、まあ、法律として別に何もないんですけども、はい、まあ、一日本人の男性として、はい、もうちょっと露出増やしてほしいなと。なるほど。そして日本に映像を送り届けてほしいなと思ってます。なるほど。以上、日本人の法律家は、メキシコ人の、巨乳の胸が好きということでした。See you。 それでは、日本人の大学生にメキシコについてのインタビューをしてみたいと思います。まずメキシコの国自体はご存知ですか？国、なんとなく、なんとなく、うん、アメリカの下。アメリカの下、はい、なるほど。なんか場所的にはある程度イメージできる。国旗が、はい、何の白、赤、緑。ああ、なるほど。国旗までなんとなくのイメージがあると。なるほど。ちなみに、もしメキシコに行けるとしたら、メキシコに行って何をしてみたいですか？何をしたい？泳ぎたい。泳ぎたい。なるほど。わかんない。なるほど。泳ぎたいです。なるほど。メキシコ料理というか、食べ物のイメージって何かありますかね？タコス。タコス。わかんない、タコス。おお、なるほど。それではメキシコ人のイメージって何かありますでしょうか？メキシコ人のイメージ、なんかどんちゃん騒ぎしてる、どんちゃん祭りっていう感じです。なるほど。それではもしメキシコ人があなたの家に来たらどういうもてなしをしたいと思いますか？どういうもてなし？とりあえず、はい、なんか食べ物をいっぱい置いとくみたいな。食べ物。なるほど。それでは最後に、このテレビの前のメキシコの皆さんに何か一言言いたいことがあったら、日本人学生の立場として何かメッセージを送ってください。いや、僕大学生なんですけど、もうちょっと勉強すればよかったかなって思います。ごめんなさい。以上、日本人の冴えない大学生のインタビューをお送りいたしました。それでは今回、日本人女性にメキシコについてインタビューしてみたいと思います。それではですね、まずメキシコをご存知ですか？名前は知ってますか？それでは名前以外にメキシコで知ってることがあったら教えていただきたいんですけれども。ですね、はい、こういう大きい、はい、なんかハット、なんていうのかわかんないんですけど、おー、帽子みたいな、そう、はい、柄がいっぱいついてるのが、はい、メキシコのイメージです。なるほど。ちなみにメキシコ人に会ったことがありますか？会ったことないです、そういえば。なるほど、はい、なんかメキシコの例えば料理って、思い浮かぶもの、もう正しいかどうかもう何でもいいんですけれども、なんかメキシコ料理といえば何とかって何かありますか？なんか辛いイメージがあるんで。辛いイメージ、はい、なるほど。あとはちょっと名前とかわかんないです。なるほど。メキシコの人では今後行ってみたいと思いますか？あ、行ってみたいですね。なんかね、はい、そのバンジョーみたいな、はい、ギターを皆さん弾いてるイメージがあるんですよ。はい、それを見てみた。なるほど、わかりました。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、日本人女性、ビューティフルガールから、のインタビューをお伝えしました。